この動画はディジキーの提供でお送りします。まず最初にスポンサーのディジキーから超お得なキャンペーンのお知らせです。なんと高専短大大学の学生限定で50万円分の電子部品がもらえるチャンスです。毎年ディジキーの学生応援企画でディジキーバックトゥースクールというのをやっています。今年もそれがやってきました。なんと過去一太っ腹です。1等は1000ドル、これ15万円分です。3等でも250ドル分の電子部品をディジキーで購入できるという超太っ腹なものです。応募方法は簡単で、概要欄の URL から自分の学校で使っているメールアドレスを入力するだけ。ランダム抽選で選ばれるので、学生だったら誰でもチャンスがあります。応募しないと正直言って損です。概要欄にリンクあります。こんにちは。今日はアナログコンピューターを自作します。アナログコンピューターは何かというと、電気回路を使って物理の計算をするコンピューターです。例えばここにバネに接続した重りを用意しました。この重り、指を離すとこのように振動しますが、この振動をアナログコンピューターでも再現できます。シミュレーションするんですね。実際にアナログコンピューターで波形を見るとこのようになります。アナログなやり方で計算するといってもいろいろなやり方があります。例えば機械式のアナログ計算機ですと、連立方程式を機械的に解くものがあります。上野の国立科学博物館にあるやつです。その他にも、例えばですが計算尺もアナログ計算機と言って良いかもしれません。今日作るのは機械式ではなくて電子式のアナログ計算機です。これをアナログコンピューターと呼ぶことにします。そもそもアナログコンピューターは現代ではほとんど見かけません。というのも、アナログコンピューターが使われていた時代というのは現代ほどデジタルのコンピューターの性能が高くありませんでした。高速な計算ができなかったわけですね。ですが半導体の登場と進化とともに、普段皆さんが使っているような計算機が出てきました。そういったデジタルを活用した計算機が登場して、複雑な計算を高速でできるようになりました。そういったことからアナログコンピューターが使われることはほとんどなくなってしまいました。現代でアナログコンピューターを使っている例は知りません。今回のアナログコンピューター、どういうふうに作るかというと、基本的にはオペアンプとキャパシタ、抵抗などの受動部品を使って作ります。これらを組み合わせるとアナログコンピューターができるんですね。例えば先ほど出てきたバネに接続された重りをアナログコンピューターで計算する場合、重りの位置と速度を電圧として表現します。その他の重りの質量、バネ定数、あとは重力加速度、重りが受ける空気抵抗によるダンピング定数は抵抗値として表現します。つまりこのようなモデルの位置や速度、重さといった物理量を電圧に置き換えて計算するのがアナログコンピューターです。アナログコンピューターを作り始める前に、オペアンプを使った計算回路を組み立ててみます。まずはオペアンプを使って簡単な計算をしてみます。これは足し算をする回路です。これがオペアンプですね。そこに入力電圧が V1、V2、 2つありますが、その足し算した結果が Vout として出てきます。簡単なためにこの R1、R2 と R は全部同じだとしましょう。イコールにします。そうするとこのオペアンプの出力電圧というのは V1 と V2 を足して、それにマイナスの符号をかけたものになります。実際にこの通りになるか実験します。3つの電圧を測っていますが、上から順に V1、V2、Vout です。例えば V1 を 1V に設定します。そうすると 1V 足す 0V で 1V です。それにマイナスの符号をつけたものがマイナス 1V になります。しっかりと加算の回路ができています。 V1 を例えば 5V にしましょうか。これも同じですね。 5V に 0V を足して 5V、 それにマイナスの符号をつけてマイナス 5V、V2 の電圧を変えてみます。そうすると、はい、その足し算された電圧にマイナスの符号をつけるんですね。逆に今度入力電圧を負にしてみましょう。わかりますでしょうか。 V2 の電圧を負に振りました。 5V マイナス 3V イコール 2V、 それに負の符号をつけてマイナス 2V というふうになっています。さらにこういうふうにしていくと、5V マイナス 6V イコールマイナス 1V です。それにさらにマイナス1倍してプラス 1V というふうになります。足し算の回路ときたら引き算の回路もあります。同じようにオペアンプを使った回路です。ここにちょっと条件を付け足しましたが、そうしますと出力電圧というのはこの R1 と R2 の比率で、そして入力電圧2つの引き算になります。
足し算引き算ときたら次は掛け算と割り算の回路も実は作れます。でも作るのが結構難しくて回路も複雑になりがちです。ですので実は専用の乗算機とか除算機とか売ってるんですね。ただ買うと結構高いです。基本的な足し算引き算はオペアンプでできますが、その次ですね、アナログコンピューターでは微分方程式を解いていくことが多いかと思いますが、そこで重要なのがこの積分回路です。これは何をするかというと、入力電圧を積分します。これがかなり重要な回路なんですね。実際に実験して積分してみます。ここに積分回路を組んでみました。オペアンプの入力にプラス 1V の電圧を加えるとこういう風になります。電圧を加えていったので積分されていますね。赤色の線が積分の出力です。こういう風に入力電圧を負にすると、今度プラスの方向に積分が触れていきます。先ほどの回路で説明したように、入力と出力の極性は反転します。ですので、例えばプラス 1V の電圧を加えた場合っていうのは、1秒間に 1V の単位で電圧はどんどん上昇していきます。逆に入力電圧をマイナス 1V に設定すると、出力電圧はプラス 1V を1秒間で上昇していくというふうになります。これが積分回路です。今やっていた実験は CR=1、 そして入力電圧は1に設定していました。で、そうすると出力電圧っていうのは VO=-DT になるわけですね。そうするとこれは -T になります。ということは、入力電圧にプラス 1V を加えていくと、1秒経過すれば出力の電圧は -1V。で、2秒経過すれば -2V というふうになります。こんな感じで積分回路があるんですけども、積分回路があるなら微分回路もあります。これが微分回路です。先ほどの積分回路の C と R の位置を逆にしたものです。ただこの微分回路をよく使うかというと、実際はあまり使われないですし、あまり使いたくないですね。というのも、出力の電圧が入力電圧の微分になっていますので、入力電圧に何か高周波のノイズ成分とかが乗っていたりすると、出力の電圧がめちゃくちゃなことになってしまいます。ノイズに弱いです。ですので、アナログコンピューターの場合、基本的には積分回路を使って何か積分の形で解けるような微分方程式を解いていくことになります。では動画の初めに出てきたバネと重りのモデルを解いていきます。質量のある重りが質量を無視できるバネに接続されています。このバネはバネ定数を持っていて、引っ張ると伸びます。バネが自然長となるところまで重りを持ち上げていきます。そこで重りを持っている指をパッと離します。そうすると重力の影響を受けて重りは落下します。ですがバネが接続されているので、このように振動を始めます。空気抵抗とかの影響で少しずつ振動は減衰していきます。これが簡易モデルです。K はバネ定数、 D はダンピング、空気抵抗とかその他もろもろですね。この M は重りです。このモデルの運動方程式はこれです。よく見る微分方程式ですね。いろいろと変形していくとこちらの式になります。これを積分器を使ってなんとか表現してみます。この運動方程式を積分器で書いてみます。ここを Y としましょう。そうしますと、ここが Y ドット、そしてここが y ドットドットという風になります。これは y の微分を積分すれば、それは y になります。ですので y y ドット y ドットドットという風になります。つまりこれが位置、速度、加速度です。そしたらここに足し算のブロックを用意しましょう。1に g の原因をかけたものをこちらに入力します。次はこの y ドットの成分です。ここから何か信号を取ってきます。定数が -d の m なので、このようになりますね。で、こういうふうに d÷m をかけて、で、ここに足すと。そして最後、y の成分です。これも同じように -k÷m の倍率をかけて、で、そしてここに足すというふうになります。これで積分器を使って微分方程式を記述することができました。これを最後オペアンプを使った積分回路に置き換えていきます。すみません、書き間違えましたが、ここは -G です。これがオペアンプを使った回路です。先ほどの運動方程式をこのオペアンプだけで記述しています。ここが反転増幅回路、ここが積分回路、ここが積分回路と加算回路の組み合わせです。ここに電源をつなげましたが、例えば -mgV というふうにすると、重りに重力の力が加わる方向になります。
ここは重りの速度です。そこに M 割る D オームの抵抗を接続すると、重りの速度を積分したものが1になります。その1をですね、1回倍率をマイナス1倍に反転増幅します。それをこういうふうに持ってきて、ここに入力すると、その時の抵抗値は M 割る K オームに設定します。この火山回路ですが、この接点に流れ込む電流の輪になります。ですので、この1つ前の図の積分器と同じ構成になります。つまりこのオペアンプを使った回路というのは一番最初に作ったモデルをシミュレーションする回路になります。言い換えるとこのバネマスダンパー系をシミュレーションするアナログコンピューターがこの回路になるわけです。今回アナログコンピューターの基盤を起こしました。1件のロゴでバネマスダンパー系解析用アナログコンピューター V1.0 です。ここにモデルが書いてあってその運動方程式です。右下のところにスイッチが実装できるものがありますが、ここを押している間だけシミュレーションが走るという風になっています。これなかなかよくできています。これが実際に部品を実装した後です。ここにターミナルがありますが、可変抵抗をつないでいます。この可変抵抗を回して、ダンピングであったり、質量であったり、バネ定数を調整します。これがオペアンプ。オペアンプの積分回路のところにはフィルムキャパシタを使いました。積層セラミックキャパシタは電圧を加えると静電容量が変わってしまうので、この用途には適していません。フィルムキャパシタは電圧を加えても静電容量はほぼほぼ一定です。そして積分回路の抵抗には一応精密抵抗を使っておきました。プラスマイナス 1% です。ただフィルムキャパシタがですね、プラスマイナス 5% のものしかないんですね。精度を合わせようとするとたくさんのものを買って、その中から一番1マイクロファラドに近いものを選定するしかなさそうです。電源はプラスマイナス 15V の両電源を使っています。両電源がない場合は 9V の電池を2つ使えば OK です。ちなみに部品はスポンサーのディジキーから提供してもらってます。今回プリント基板を実は多めに作りました。ですので2名様にプレゼントします。応募方法は Twitter の方で詳細上げていますので、ぜひ確認とフォローをお願いします。あと一見の公式 LINE も登録しておくと Amazon で販売しているもののクーポンとかをたまに配布するので登録しておいた方がいいです。はい、では実際にやってみましょう。ここのボタンを押すとシミュレーションが始まります。はい。できましたね。ここの黄色い波形が重りの位置。この赤い波形が重りの速度です。バネがこういう風にビヨン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 って下がって、でですね、この0の位置からある程度下がったところで定常的に落ち着くという風になります。それに従って速度もですね、0に近くなっていくと。ここでシミュレーションを終わらせると、こういう風に重力加速度が0の状態になりますので、バネにつながれた重りがビヨンビヨンビヨンってなります。で、このボタンを離した状態っていうのはあまり考慮してこのコンピューター作っていないので、こういう結果になります。もう一回押すと、ビヨーンってなりますね。例えばここでダンピング定数を変えてみます。ダンピング定数を高くした状態で押すと、はい。このように振動が収まるのがものすごく速くなりました。ダンピングが小さいとこのように振動し続けると。ダンピングが大きいとこのように振動がすぐ収まるというふうになります。例えば今この状態だと下限水の状態ですね。ダンピングをもう少し小さくすると、はい。これがいわゆるですね、臨界限水と呼ばれるものになります。ほぼほぼ振動していない状態ですね。次に重さを変えてみます。そうすると、わかりますか？この可変抵抗を回すと重さが変わっているので、このバネの伸びが変わります。これは今重さがほとんどない状態。で、どんどん重くしていくとバネが伸びてこのようになっていくと。面白いですね。これバネ定数を変えても同じですね。バネ定数が大きくなっていくと重りがですね、なかなかぶら下がらないような状態になると。で、バネ定数を小さくしていくとバネがどんどん伸びていくような、そういった状態になります。こちらの作成したアナログコンピューターと実際のこのバネダンパーモデルがどのくらい一致してるかを確認してみます。まずどのように実験するかです。この円筒の中に水が入っています。これは粘性の液体です。その中でこの重りが動きますので、これがダンピングになります。この重りに糸がつながっていて、その上にさらにバネがあります。これはバネ定数です。この重りを指で持ち上げています。ここでバネに何も負荷がかかっていない自然張があります。ここで重りを保持します。そして指を一気にパッと離すと。そうすると、この中で重りが揺れて、ダンピングとバネ定数でだんだん減衰振動をしていきます。この現象を作成したアナログコンピューターで同じことができるかを見てみます。せーの。今はとりあえず合ってはいないですね。
こちらのアナログコンピューターの方が振動の周期がかなり早いです。ですのでこちらの可変抵抗を調整してダンピングとバネ定数とあとは重りの重さも調整してみます。少し調整しました。こうやって、はい、今実物の周期とアナログコンピューターの周期はおおよそ一致しています。もう一度試してみます。上まで持ち上げてシミュレーションスタート。重りがちょうど下に下がったところとアナログコンピューターの下に下がったところが、まあ、大体一致しています。次に何をするかなんですけども、実物とアナログコンピューターのダンピングが少し違いますね。アナログコンピューターの方が結構早く振幅が減衰していっています。こちらはまだ動いているのに。ですのでダンピング用の抵抗を調整してみます。ちなみにダンピングの抵抗をものすごく小さくするとこのようにものすごく粘度の高い液体の中を動くようになります。例えばスライムの中を動いていると、そうするとこのように非常にゆっくりとこの重りが動くというのをアナログコンピューターはシミュレーションできています。こんな感じですね。ダンピング抵抗を3メガオームくらいに設定しました。それでシミュレーションをしてみると、はい、ちょっと早いですかね、周期が。でもなんか振幅のダンピングの具合とかはかなりいい具合になっています。実物の方もほぼほぼ振動しなくなってきて、こちらのアナログコンピューターの方もほぼほぼ振動はなくなってきたと。これはなかなか良さそうですね。アナログコンピューターで定数を変えたい場合というのは、これ実はものすごく簡単なんですね。例えば今バネ定数を変えていますが、このように可変抵抗をいじくるだけで簡単にバネ定数をその場ですぐに調整できてしまいます。例えばバネ定数をものすごく高くするとこのように振動の周期はものすごく高くなります。バネ定数を小さくすると振動の周期は長くなります。実物でバネを変えようとするとこれはものすごく大変な作業です。ですけどもアナログコンピューターならこの可変抵抗をいじいじしてあげればもうその場で一瞬でバネ定数が変わります。つまりこのすぐに調整できて、しかもそれをリアルタイムでシミュレーションできるというのがアナログコンピューターのものすごいメリットです。このようにリアルタイムでシミュレーションができて、かつ定数の調整がすぐにできてしまうアナログコンピューターですが、いくつか欠点があります。まず一つ目がダイナミックレンジの問題です。アナログコンピューターはものすごく大きい数字は扱えない場合があります。つまりオペアンプの動作範囲内でしか動作できません。今回ですとオペアンプの電源はプラスマイナス 15V を使っていますが、速度、位置を電圧に換算したときプラスマイナス 15V の範囲内で動作させなければいけません。それ以上の数値を扱おうとすると電圧が飽和してしまい、正しい計算ができなくなります。ボタンを押した直後、赤色の速度が飽和しているのが分かりますでしょうか。ボタンを離した直後も速度は飽和しています。これは正しい計算ができていない状態になります。パソコンの中でデジタルな計算をする場合だとオペアンプのようなダイナミックレンジの問題は基本起きません。2つ目がノイズの問題です。アナログの量を直接この回路内で扱っているのでノイズの問題が常にあります。例えばこういった電源からのノイズが影響することもあれば、外からのノイズを拾うこともあります。ノイズの乗った電圧を計算に使って、その計算結果がループするような形で使われます。これによってノイズによる誤差が蓄積されます。これは計算をする上では非常に使いにくいです。そして3つ目、部品の問題です。定数を決めるために抵抗やキャパシタを使っていますが、そのばらつきが影響してきます。この回路だと積分器の抵抗は1メガオーム、キャパシタは1マイクロファラドとしています。これの時定数は1秒です。ですが抵抗とキャパシタの値は製造誤差で数パーセントずれます。抵抗だったら 1% 誤差や 0.1% 誤差のものがあるのでそれを使えば良いです。ですがキャパシタについては 5% 誤差のものが多いです。誤差を少なくするためには大量のキャパシタを買ってその中から選別するしかありません。このようにアナログコンピューターを作ってみましたが、いろいろと欠点はあります。ですが実際に触ってみると物理の勉強もできますし、電気回路の勉強もできますし、何より触っていて楽しいのがアナログコンピューターです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 LINE 登録もお願いします。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。